僕ができるのは外国人にも分かりやすい日本食を、日本食の入り口を作って、うんうん、でそこから日本の素材、日本の技術、北海道の素材技術を紹介して、うん、そこから窓口になって広がっていくっていう、この窓口の役割が僕のすべきことなんじゃないかなと。それをニセコでやりたいな、うん、この番組は北海道を愛し北海道の活性化を目指すボスたちと北海道の未来と経営について楽しく真剣に語り合う番組です。今回のゲスト、今日は株式会社デリシャスフロム北海道代表取締役の前田真一さんにお越しいただきました。前田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。株式会社デリシャスフロム北海道は、美味しいものは北海道からをコンセプトに、2014年ニセコに日本食レストランアンダイニングをオープン。現在は北海道の美味しいものを道内で加工し、国内はもとより海外にも広めていこうと製造業にも力を入れています。2020年には日本初の国産ジンジャービア醸造所、発酵ジンジャーラボをニセコにオープンし、ノンアルコールのヘルシードリンク発酵ジンジャーを製造しています。もう帽子にもシャツにも発酵ジンジャーと書いてあるんですが、はい、先ほど、つい先ほどです、初めてその発酵ジンジャー、ジンジャービアというのをいただいたんですけど、はい、美味しくてびっくりしました。あれアルコール飲料じゃないんですもんね。違います、はい、ビアというんですけど、はい、ジンジャービアって何なんですか。あれはもうものすごく簡単に説明すると、はい、発酵させて作ったジンジャーエール、はい、まあ、こういうふうに説明したら皆さんピンとくるのかなと、うん、あ、いかにして前田さんがそのジンジャービアにたどり着いたかっていうのもお伺いしていきたいんですが、はい、そもそもこういう飲食みたいなものを作ったりするっていう業界にいらっしゃったんですか。まあ、親戚がシェフだったりとか、あのホテルで働いてたりしたので、はい、まあ、身近に感じてた。なのであのいつかこういう仕事をするのかなってふんわり思ってたんですけど、はい、だけど、まあ、若い時はいろんなことに挑戦したいので、あと数学とか理科とか得意だったので、はい、まあ、そういう学校に行ったんですね。まあ、高専という学校があるんですけど、はい、高専に、はい、でそれで、まあ、一旦東京で就職してプログラマーとして、はい、ちょっと飲食業と全く違う業界なんですね。全然違う業界だったんです、はい、やってみたかったんですね、はい、やっぱりしっかり勉強したし、でやってみたんですけど、やってみた結果楽しめなかったですね、はい、まあ、プログラム作って商品化されてお客さんの手元に届いて満足してもらってありがとうって言われることはやっぱりないんですよね。で何年か先だったりもするので、このレスポンスのなさがちょっと楽しくなくて、はい、やっぱり飲食やろうと、うん、で海外でやろうと。海外、はい、こういろんなことがやりたかったんですね。あの英語ペラペラになりたいとか、あの世界を飛び回りたい、うん、サーフィンがしたい、うん、日焼けして金髪でちょっとモテたい、うん、はいはい、飲食として成功して有名になりたい、うん、こういろいろあったんですけど、はい、いっぺんにやるにはちょっと日本にいたら無理だったので、はい、でこれはもう海外に飛び込んで、でそこでお店をオープンして、仕入れからメニューの開発から接客まで全部自分でやってみるのが一番近道なんじゃないかなと、はい、でそれをやるには日本人としてのアイデンティティを持たなきゃいけない、うん、それはお寿司だ。お寿司といえばやっぱ銀座じゃないですか。はい、で銀座で働こうと、でそこで修行させていただいて、でそれで、まあ、合計東京に4年しかいなかったんですけど、はい、それで一通り修行の場面を見たぐらいですね一人前とか全然なってないです、はい、はったりだけでオーストラリアに渡って、はい、すぐお店をオープンしましたちょっと展開が早すぎるんですよね。そうですね、プログラマーさの話さっきしてたのに、もうオーストラリアでお寿司屋さん出すんですよね。もうね、もうすぐ出しました、はい、だって普通だったらですよ、うん、オーストラリアにある日本食レストランに入ってそこでまあ働いてとかっていうストーリーならまだ分かるんですけど、はい、お店出しちゃったんですよね。向こうに行って18店舗ぐらいゴールドコーストにお寿司屋さんがあったんで、はい、まあ、和食屋さんと、はい、でここがいいなって思った時にすぐ就職を、はいはい、就職というか昼間は語学学校に行って、はい、で夜はそこで働くっていうのを初日に決めて、はい、でそこで働きながらカウンターだったので、大体お金持ちの方とか、うん、投資家の方が多かったので、お店出したいんだよねっていう話をこう
こっそりしたりとか、はい、あのして、じゃあうちでお金出すからお店やろうよっていう方が、まあ、すぐ何日かで見つかった何日かで、はい、いやでもここまで の, その行動力っていうのが凄まじいんですけど、オーストラリアには都合何年間ぐらいいらっしゃったんですか。全部で12年いました。12年、はい、それだけ地元の方たちに もう染まって、まあ、多分金髪ロン毛でモテたんでしょうよ、その時はもうそうですね、モテモテですよねいやいやいや、そんな生活からなんでまた日本に戻ってくるっていうことになったんですか。はい、まあずっと海外っていうのは考えてなかったんですね。はい、2拠点ぐらいで成功させて日本に帰ってきて日本で活躍、うんうん、日本のためになるような企業を作りたい、これはもともとうっすら頭の中にあったんですけど、震災が起きてしまって、東日本大震災、はい、はい、でその時に日本ちょっともうやばいなと、このままだと日本はなくなっちゃうんじゃないか、そんな印象ありましたよね。皆さん恐怖でしたよね、はい、あの時は震災後すぐ来たんですよ、はい、ですごく元気だったんですよね、はあ、僕日本はもううなだれて元気もなくして、そういう状態、悲惨な状態になっていくのかなと思ったんですけど、うん、実際現場にいる人たちは違って、どうやって復活させていくか、今は何をすべきなのかっていうのを生産的に話し合ってたというか、もうアクションを起こしてたんですよね、うんうんうん、すごいなと思ったんですよ。日本はここの一員にやっぱりなりたいなっていう、はい、それで日本に帰国されてどういう展開になっていくんですか、その後は。まあ、最初ニセコ、はい、でニセコを選んだ理由の、まあ、大きな2つ理由が2つで、まあ、1つは北海道出身、うん、もう1つは僕のオーストラリア時代のお客さんがニセコに物件持ってるお客さんものすごくいたんですよ。なるほど。やっぱり実際来てみると言ってた以上、うん、日本じゃないじゃん、はい、で僕のお客さんもういるじゃんこれはいけるんじゃないかなと思って。いやでもそれすごいことですよね。だって北海道出身の自分よりも先にそのニセコの魅力に気づいて、そこにもう土地だったり、はい、家だったりがある人がもういるわけですもんね。そうですね。でニセコで何どういう事業をされることになったんですか。僕は、まあ、先ほども話しましたけど大した修行してないんですよね。なので僕ができるのは外国人にも分かりやすい日本食を、日本食の入り口を作って、うんうん、でそこから日本の素材、日本の技術、北海道の素材技術を紹介して、うん、そこから窓口になって広がっていくっていう、この窓口の役割が僕のすべきことなんじゃないかなと。それをニセコでやりたいな、うん、なのでホテルの1階っていうところを選んだんですね、はい。まあ、ここはまあハブになるというか、こういろんな人が出入りするので、うんうん、そっか。ご自身にその経験がその職人にはかなわないっていう思いがあるから窓口にはなれるよなっていう。そうですね、はい。まあ、でもそれが逆にそのニセコ、多分そのお店出されてから後のこの数年間って本当にニセコにいろんなインバウンドの方がいらっしゃって、うん、オーストラリアだけじゃなくって、はい、その方たちがまず触れる日本食がその場所だったかもしれないですよね。そうですね、はい。へえ、面白いですね。冒頭であの話が出てきたその八甲神社、はい、これがまだにたどり着いてないんですけど、たどり着いてない。これはどういう経緯で生まれたものなんですか。はい、オーストラリアでまあ行った時に、はい、僕もジンジャービアに出会ったんですよ。びっくりしたんですよ、はい、辛いと。辛い辛いな、美味しいなと。で僕が住んでたヌーサはものすごい大きいあのファーマーズマーケットがあるんですよ。でそこに行くと生姜の農家さんとかサトウキビを作ってる農家さんが、うん、自分たちの蔵で発酵させて作ったやつに蛇口をつけてそのまま飲めるんですよすごい。樽直ですね。もうね、樽直なんです。すごいですね。で微発泡、微アルコール、はい、で氷を入れてレモンをギュッと絞ってドボドボドボとやって飲むんですけど、はい、これめちゃくちゃ美味しかったんですよ。はあ。たまにめちゃくちゃ美味しくなかったんですよブレがあるんですね。ブレがあったんです、はい。で帰ってきて実際に業者さんに聞いてみると、何ですか、はい、ビールですか。いやそうなりますよね。いや違うんですっていう話をして、発酵させたジンジャーエールなんですっていう話をして、よくわからないよっていう話で、で最初はもう一旦諦めたんですね、はあ、
じゃあとりあえず自分のお店用に作ろうと、はい、でそれを 4,5 年前から、まあ、とりあえず生姜を作ってみようと、で生姜を作りを始めて、それで生姜の発酵、最初ペットボトルですよ、うんうん、ペットボトルでこう始めて、最初僕がファーマーズマーケットで出会った美味しくないやつができたんですよなるほど、あれあれ、 あれだと、あの時のこれもできるんだなので、まあ、分量を変えたり糖質を変えたりして結構美味しくなってきたんですよ。美味しいなと、せっかくやるなら北海道の素材でと、で北海道中を回って美味しくなったやつをお客さん外人3000人ぐらい飲んでいただいたんですよ。大絶賛、はい、これこれ私たちが小さい頃飲んでたやつこれみたいな、うーん、手応えを感じて、うん、でこれはもう醸造所まで行っちゃおうと、はい、ってなったんですよ。いやだからやっぱりそのオーストラリアに行ってお店を出したっていうそのところからやっぱりその出会いがあって、はい、で今醸造所を作ってこうやって発売するところまで至ってるわけですよね、はい、やっぱりその北海道のボタニカルなものをそこに使ったりとか、うん、そういう遊びができますよね、この飲み物って。結構そうですね。あでやっぱり僕が飲んできたジンジャービアは結構シンプルなものなんですよね。なんですけど、まあ、そもそも生姜、レモン、唐辛子、これレモン入ってるじゃないですか、はい、柑橘が入ってるんですよ、うん、別にいろんなフルーツで作ったらいいんじゃないの。北海道のフルーツたくさんあるじゃないですか、うん、実験的に本当に30種類ぐらいですね作ってみたんですよね、はい、もう結構美味しいんですよ、はい、でもちょっとジュース感抜けないなっていう時もやっぱりあったの でフルーツを使ってやる時はあの2段発酵にしてみたんですよね、はい、それに変えたら、まあ、先ほど飲んでいただいたイチゴもそうなんですけど、はい、めちゃくちゃ美味しくなったんですよ。ちょっと1段階上がったんですよね、うん、こうジュース感からシャンパンとかワインとかこのお酒の方に行ったんですよ、香りが急にこれだと。いやだから本当にちょっと皆さんぜひ一回ちょっと飲んでもらいたいんですよね、はい、これ多分新しい出会いになると思うんですよね。そうですね、はい、ジンジャーエールと全く違うっていうのは、うん、もう飲めば分かるんですよね、うん、そうですね。だからやっぱりこうそういうシーンとかを描いて逆算して飲み物を作った感じがもうありありと分かるんですけど、そのあたりいかがですか。もう全くその通りで、はい、横に並べられるのはシャンパンだったりとか、うん、あの高級なワインだったりとか、うん、まあ、そういうものと横並びにして比べられるんだろうなという想定で、それに負けないものをこう頭に思い浮かべながら作ってましたね、うん、いやだから本当に、まあ、職人気質なんですかね、その突き詰めるっていうところですよね。料理人としてもそうですし、うん、今の話を伺っているともうある意味こう実験者であり、うん、技術者であるっていうところもすごい感じるので、はい、前のめりにいろんなことに取り組まれる方だなと思ったんですが、その中でも大きな人生のターニングポイントになった出来事っていうのがあったそうですね、うん、まあ、ちょうど1年前ですけど、まあ、ずっと具合悪くて38度39度が続いてて、で背中も痛くて、で寝れない日が続いてたんですけど、検査を受けたらまずは血液検査では多分間違いなく白血病だろうと、うん、でそれは今すぐどうこうってことはないと。だけどやばいのが心臓ですよと、ここの下のところが壊死してると、まあ、正直いつ何が起こっても本当におかしくないです、まあ、自分の活動もちょっと考え直さなきゃいけないと、うん、まあ、会社も店もで事業もあるので、でそれをまあ売却するのか家族に受け継がせるのかとか、うん、これ就活が始まるじゃないですか、はあ、まあ、そうこうしているうちにあの心臓の動きが戻ってきてたんですね。で先生も、まあ、検査しながら、いや こんなに戻るもんかねと、そんなわけはないと、うん、でこういろんな検査をして4月、はい、4月15日の検査で全部完治したんですよ。でも僕のそのそこのポイントからのこのマインドは変わらず、うん、僕が次の世代を育てたり事業を作ったり次に引き渡す準備を始めるべきなんじゃないかなと、うんうん、それだって思ったのは
まあ、正直なところですね。いや病気が完治しました、はい、じゃあこれから何をしていきたいかっていうところをお伺いしたいんですが、まあ、入院中にもまあ、体のこと薬のこと、まあ、発酵のこと、まあ、どうやって体作りをしていかなきゃいけないのか、うん、でどうして僕が病気になったのか、まあ、そういうことも勉強したので、食べてるだけで体作りができるっていう発酵食品、うん、まあ、そういうのも作りたいですし、はあ、で僕の会社の名前デリシャスフロム北海道なんですよ、はあ、なので美味しいものは北海道からっていう思いを込めて作った会社なので、ここから世界に発信していきたいなっていう気持ちです。いや、そのこれから世界に飛び出していく様子をちょっと僕も陰ながら応援させてください。ぜひ、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。